実際にあの仕事で使ってるぐらいいいマジックです。ちょっとご紹介いたします。ちょっと今回のためにアレンジいたしました。まず一組のカードです。大丈夫ですよね、見えますか、バラバラですよね。ちょっとよく聞きます。で、お客様にお手伝いいただきます。じゃあすいません、ね、前の方の方ばかりなんじゃないですか。じゃあそれちょっと持っていただけますか。そのまま持っていただいて、私の手の上に上から1枚ずつカードを裏向きのまま置いていってください。そうです、それで自分がやめたくなったらやめてください。ここでいいですか。こっちのトランプ、そっちのトランプ、どっちにします。こっち。じゃあこれ持ってください。一番上のカードですね。はい、それでいいですね。じゃあ次のカードを、じゃあすいません、持ってみますか。次のカード。で、とりあえず見てください。まあ皆さんに見せても見せなくてもいいんですから、そのままちょっとしまっといてください。ポケットとかどこでもいいです。これは後で皆さんに確認してもらいます。今はとりあえずいいですよね。じゃあ持っててください。で、これを当てなくちゃいけないんですけども、ちょっと変なもの持ってきました。こういうシートです。シート。で、これ色がついてまして紫のシートで、もちろんカードバラバラにランダムに書いてあります。これは黄色です。これもバラバラ、これ全部違います。これ緑、これもバラバラですね。赤、そして青、これみんな5枚それぞれ違います。全部違いますよね。で、これを使って当てたいんですけども、これ私が選ばないでお客様に選んで当てましょう。じゃあ一番端っこのお客様よろしいですか。何色がいいですか。赤、青、紫、黄色、緑。青。青ですか。青でいいですか。すみません、ちょっと持っていただいて、青いシートを選びましたけども、これからですねちょっと折っていただきたいんですけども、まず表裏ないんですけども、自分の好きな方を上向きにしてください。それでいいですか。で、半分に縦でも横でも好きな方に折ってください。折りました。そしたらすみません、後ろのお客様に渡していただきますか。はい、じゃあすみません、上でもどっちを上にしてもいいので、上決めました。そしたら縦でも横でも好きな方に半分に折ってください。いいよ、ろしいですよ。はい、しっかり折ってくださいね。はい、で隣の方に渡していただいて、またどっちを上にしてもいいです。半分に好きなように、好きなようにって一つしかないですよ、その場合は。そうですね、はい、折っていただいて方向だけですね。じゃあ隣の方すいません、持っていいですか。どっちを上にしてもいいですから半分に折ってください。で、そのまま持っててください。で、これもインチキできないようにこっち来て止めます。これもうずれませんよね、こっち来て止めたんで。大丈夫ですよね、自分で決めましたね、最後。責任重大ですよ、これ。大丈夫ですか。じゃあすいません、ちょっとそのままお越しいただけますか。ちょっと出てきてください。どうぞ拍手を差し上げてください。ちょっとだけお手伝いをお願いいたします。これでもうこれはずれません。で、すいません、ちょっと角だけ落とさせていただきますね。これ角を落としますと、1枚のシートがバラバラなトランプと同じ状態、カードの状態になります。こういう状態ですね。止まってるからバラバラになりませんけども、さあこの状態で今適当にお客様好きなように折ったんで、どういうふうに表裏になっているか分かりませんけれども、ちょっとこう持ってて、これ表ですよね。ちょっとそのまま上から1枚ずつビリッて破って私にください。1枚ずつビリッて破って、で表か裏かちゃんと分かるように皆さんにこう見せてください。これ表ですね。表はいりません。はい、もう一度、これも表ですね。これもいりません。裏はそのまま破って私にください。これ間違いなく裏ですよね、見えますか皆さん。はい、じゃあ裏は私持ってます。これ裏です。はい、思ってください。破ってください。はい、これ思って、これもいりません。はい、これも思って、いりません。はい、大丈夫ですよ。これも思ってですよね。これも思って。あ、裏が出てきました。裏ください。はい、裏見ません。はい、次。また思ってですね。はい、これも思ってです。はい、これも思ってです。最後、あ、まだですね。これも思って。まだありますね。はい、これも思ってです。はい、表で、はい、これも表、はい、また表、これも表でしたね。2枚だけ裏でしたね。あ、ありがとうございます。じゃあお席の方にお戻りください。さあ2枚が表だった、裏向きだったんですけども、こういうカードが裏向きで、たった2枚だけ裏向きでした。これはお客様偶然に折った中で、これが2枚裏向きだったんですけども、これが一致してます。